皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学平面図形の2回目、今回はこの垂直二等分線の作図についてお話します。前半では垂直二等分線の書き方とその性質、後半では垂直二等分線を応用した作図の問題、テストに出やすい問題、これを1問解説します。では始めます。まず作図の意味ですね。数学で作図というのは定規とコンパスだけを使って図を書くこと、これを作図と言います。では線分 AB、 この垂直二等分線、この作図をやっています。これにはコンパスを使います。ここにコンパスあります。このコンパスを使って書きます。まずコンパスの針の部分ですね、これを A と B の部分において半円を描きます。まず A の部分においてこのように円を描きます。次に同じ長さですね、同じ長さで B のところに針を置いて半円を描きます。そうするとこの2つの箇所で線が交わりましたね。ここで線が交わっています。この交わった部分を定規を使って結びます、ね、定規を使ってこのように結びます。この直線が線分 AB の垂直二等分線 L になります。つまりここは90度になっているんですね。じゃあこの点を M としましょう。じゃあ垂直二等分線の性質として、垂直二等分線ですからこの線分 AB と L 上の点 M、 これは AM イコール BM、ちょうど M は真ん中になっているということですね。こういう性質があります。それから垂直二等分線、ね、この L 上の点どこかに P を取ると、ここを P としましょうか。 P を取るとこの P というのは線分の AB の端点 A、点 B から共に等しい距離にある点になります。つまり AP イコール BP、ね、こういう関係になります。これを使った作図の問題がよく出るので、この関係、ね、垂直二等分線上に点 P があって、その P と両端の A と B、 この距離等しいと、これはしっかり覚えておいてください。垂直二等分線上の L 上の点、どこをとってもその点は2点 AB から等しい距離にあると、これを使った作図。では次にやってみます。では垂直二等分線の作図の応用の問題、これを解説していきます。まず確認ですね。垂直二等分線というのは線分の両端から等しい距離にある点の集まりだ、そういうものだって覚えておいてください。では問題を読んでいきます。下の図でこれですね、2点 AB から等しい距離にある直線 L 上の点 P、 これを作図しなさいという問題です。ここに2点 AB から等しい距離にある、とつまり2つの点から等しい距離にあるという内容が入っていますよね。これはもう垂直二等分線を書きなさい、ね、そう言っていると思ってください。ですから垂直二等分線を書きます。では何の垂直二等分線かと、両端が2点 AB になるはずですから、この線分 AB の垂直二等分線を書くんです。これ分かりづらい人は線分 AB を図の中に書いちゃってください。
こんな風に書いちゃいましょう。分かる人は書かなくて構いませんよ。ここに線分 AB、 これを書いて、この垂直二等分線を書きます。線分 AB の垂直二等分線です。コンパスを使いますね。ではやっていきます。まず点 A に針を置きます。そして円を描くようにコンパスを動かして、次に点 B に針を置いて同じ長さでこのように描きます。次はこの交わった2つの部分、これを定規を使って直線で結びます。このように結びます。この垂直二等分線、どこの点を取っても2点 AB から等しい距離にあるんですね。そして問題は直線 L 上の点 P ですから、 L ここですよね、この線ですから、 L 上の点ですから、 L とぶつかったところ、線分 AB の垂直二等分線が L とぶつかったところ、これが P になります。テストの時この P を書き忘れないようにしてください。この P しっかり書いてくださいね。これでこの問題は解けました。この時ですね、作図に使った線、これは絶対残しておいてくださいね。学校の先生が採点する時どうやって書いたかって分かるようにね、消しちゃったらこれね罰になっちゃいます。ですから作図に使った線は必ず残しておいてください。今回は垂直二等分線の作図の方法、そしてテストに出やすい問題の解説、これをやってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。